友人からニコンの超望遠ズーム日光ルセット180から600ミリを借りました。新品の状態で持ってきてくれたので、まずは開封したいと思います。超望遠ズームというと、今までソニー E マウント版のタムロン150から500ミリを発売前にお借りしてレビューしたことがありました。そのレンズは超望遠ながら長さが21センチぐらい、望遠端に伸ばした場合でも約28センチとコンパクトでした。このレンズの長さは約32センチ。このぐらいになってくると、いわゆるバズーカレンズと言って良いのではないでしょうか。フードをつけました。長いレンズなのでどこかにぶつけそうで、フードをつけないと不安になります。 Z9 も同時に借りました。私の持っている Z8 はレンズが装着できない、ストラップ取り付け部が外れるという2件のリコール対象機なので、この借り物の重たいレンズをつけるのは怖すぎます。ニコンの製品ページには軽くて持ちやすい超望遠ズームレンズとありました。重たいです。これを軽いという世界線があることに驚きます。このバズーカで何を撮ろうかと思いましたが、やっぱり野鳥かなと思っていつも行く森に持ち出してみました。結果は散々でした。鳥の鳴き声は聞こえても、広い森の中で鳥をほとんど見つけることができませんでした。かろうじて撮れたのがこの1枚。あとは蝶を撮ったり葉っぱを撮ったりしていました。仕事の相方川辺さんから兼六園に行ってみてはどうかとアドバイスをもらいました。確かに兼六園なら森もコンパクトなので鳥を探しやすいかもしれない、そう思って仕事前に足を運びました。兼六園に着いてすぐ真上からピーヒョロヒョロヒョロとトンビの鳴く声が聞こえました。松の木の10メートルぐらいの高さのところに止まっていました。望遠端600ミリでここまでバチッと拡大して撮ることができました。瞳にバッチリピントが来ています。ボディの性能も相まってだと思いますが、すごいですね。このトンビじっとしていてくれたので何枚も撮影しました。その後はトンボや噴水の水しぶきを撮りました。兼六園の噴水は日本最古の噴水と言われています。しばらく歩き回ってその他の鳥は見つけられなかったので帰ろうとしたところ、ギャーというアオサギの鳴き声が聞こえ、私の視界にフレームインしてきました。しかも光がいい感じに当たる場所に、まるで坊主撮らせてやるよと言われている気がしました。その後何回か飛び立ちましたが、その度に後を追い写真を撮りました。映画君たちはどう生きるかを見た直後だったので感慨深いものがありました。以上が作例でした。まとめると、小鳥さんは無理だったけどじっとしてくれている、トンビやアオサギなら撮れた、 Z9 の性能も相まって解像度の高い写真を撮れたという感じでしょうか。自分ではまず使おうとしてこなかったこのバズーカレンズ、体験することができて、非常に重くちょっと辛いものもありましたが、総じて楽しかったです。貸してくれた友人に感謝しつつ、この動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。